フルヘンシオ・バティスタ、フルヘンシオ、バティスタ・イ・サルディワル、フルヘオ・ベティスタ・ワイ・ザルドワー、1901年1月16日から1973年8月6日は、キューバの大統領、1940年から1944年、1952年から1959年、新米政権を樹立し、独裁を敷いたが、カストロとその弟のラウル、そして、 ゲバララに指導されたキューバ革命で国を追われた。1901年、米西戦争の結果アメリカの軍政下に置かれていたキューバのバネスに生まれる。ムラート、中国、先住民族の出自とみられる。バネスの高校を卒業後、1921年にキューバ軍に加わる。バティスタ軍曹は1933年の軍曹の反乱をリードした。 バティスタのクーデターは臨時政府を倒し、ラモン・グラウ・サンマルティンが1933年9月10日大統領に就任した。バティスタは入閣を要請されたがそれを誇示し、軍参謀総長になった。グラウは翌年の1月16日に辞任し、1月17日にマヌエル・マルゲス・スターリング・イギラルが大統領に就任するが、1月19日に、 カルロス・メンディエタ・モンテフールが臨時大統領に就任。メンディエタは1935年12月11日に退陣し、ホセ・バルネイビネ・ヘラスが臨時大統領となる。翌1936年5月20日に、ミゲル・マリアノ・ゴメス・アリアスが大統領に就任。同内閣でバティスタは国防省券軍総司令官に就任し、政権の実権を握った。 バティスタの応募にゴメスは拒否権を発動したが、逆にバティスタによる議会動員で罷免され、フェルデシオ・ラレード・ブルフク大統領が大統領に昇格した。1938年になるとバティスタは共産党を合法化し、対立する新生革命党に対する共闘路線を結ぶ。1939年11月には憲法制定議会選挙が行われるが、 バティスタの率いる自由党は共産党と連合する新政革命党を主とする野党連合に大差で敗北する。1940年2月の第1回議会では第1党の新政革命党はグランを議長に押すがバティスタの裏工作でマルケス・スターリングが議長に就任した。7月には新憲法が交付、総選挙が行われる。 バティスタがグラウを抑え大統領に当選した。10月にバティスタは大統領に就任する。しかし、第二次世界大戦中の1944年に行われた総選挙では、バティスタのオスカルロス・サラドリガスがグラウに敗北する。これを受けてバティスタはアメリカ合衆国のフロリダに逃亡した。その後キューバでは1948年6月に、 総選挙が行われ、フロリダのデートナビーチでカジノを経営していたバティスタは、自由党から上院議員に立候補し、当選、政界に復帰する。1950年には帰国し、単一行動党を結成する。翌年には、再度の大統領選出馬を表明するが、支持は得られなかった。これを受けて1952年3月10日に、バティスタは、軍事クーデターを決行。 カルロス・プリオ・ソカラス大統領に辞任を要求。プリオはメキシコ大使館に亡命し、バティスタが大統領に就任した。なお、このクーデターにより同年に行われた議会選挙は無効となった。これ以降バティスタは以前の亡命先のアメリカ政府とアメリカ企業、そしてカジノを経営していた時代のパートナーのマフィアのキューバ国内における利権の保護と引き換えに使欲を 満たすようになり、キューバの農業や工業に、アメリカ資本が流れ込み、アメリカ企業による、事実上の搾取が大手を振って行われることになった。このような状況を受けて、オルトドクソ党、政党党から、議会選挙に立候補したものの、選挙の無効により失職した、弁護士のフィデル・カストロが、武装勢力を組織し、1953年7月26日に130名の、 同志と共にオリエンテ州のモンカダ兵衛に対する攻撃を行った。攻撃者の80人以上が死にカストロは逮捕され、カトリック司教の仲裁で、死刑は免れたが、懲役15年が宣告され投獄される。その後メキシコに亡命していたカストロは、1956年12月に60フィートのプレジャーヨットグランマゴーでメキシコから、 多くの他の亡命者と共に秘密裏にキューバへ帰国した。それらは7月26日運動と呼ばれた。7月26日運動の最初の行動は1956年12月2日にオリエンテ州で始まった。その中には革命後に閣僚となるチェゲバラ、ラウル・カストロ、またカミロシエンフェゴスが含まれていた。カストロの運動は民衆の支援を獲得し、 800人以上の勢力に成長した。1958年5月24日に、バティスタはカストロ率いる反乱軍に対して17の大隊を送り出した。通字の上で圧倒されていた上に、アメリカから対応を受けた豊富な兵器を手にしていたにも、かかわらず、カストロの反乱軍は、士気が下がった、政府軍兵士の多くの軍務放棄によって一連の勝利を成し遂げた。 その後、カミロシエンフェゴスの指揮下にあった反乱軍は、野外エイの戦いで大きな勝利を収め、エルヘロエでヤグアジェイ、野外エイの英雄と呼ばれるようになった。また、チェゲバラの部隊もサンタクララでの決戦で勝利を勝ち取るなど、その後の各地における戦闘において、政府軍の敗北が決定的となった。政府軍の敗北が決定的になったことを受けて、 1958年12月31日の夜、バティスタは、ハバナ市内のコロンビア兵衛で催された新年、祝賀パーティーの席上で、突如として辞任演説を始め、日付の変わった1959年の元日未明、クバーナ航空機でキューバを脱出し、反響的な独裁者のラファエル・トルヒーを率いる、ドミニカ共和国へ亡命した。数時間後、 政府軍のカンティー・ヨ将軍が臨時政府の成立を宣言したが、カストロはこれを認めず、カミロにハバナ突入を命じた。政府軍兵士の抵抗も受けないままに間もなく、ハバナは反乱軍によって制圧され、8日にはカストロがハバナ入りし、明日ともに反乱軍、革命軍の勝利が確定したキューバ革命。ドミニカ亡命後は、 かつての支持者から700万アメリカドルを超える献金を受けたが、トルヒーヨの失脚後も、キューバへは戻らずに、反共主義者のアントニオ・サラザールが政権を握っていた、ポルガルのマデーラとエストリールで回顧録を書いて暮らした。その後、フランシスコ・フランコ将軍が、独裁体制を敷いていたスペインで投資を行い、成功を収めたものの、マルベイリアの郊外の自宅で、心臓病により死去した。 2006年に亡くなった妻と共に、マドリードのセモンテリオサクリマントルでサン・位シドロに埋葬されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。